さん、おはようございます。インストラクターのまなみです。今回は朝起きて寝たままできるヨガのポーズ、ストレッチをご紹介していきたいと思います。ベッドの上でできますので、ぜひ朝起きて少し体を動かしてからお仕事もしくは学校に行くようにしてみてください。では早速始めてみましょう。仰向けで寝た状態です。マットの上でもベッドの上でもどちらでも大丈夫です。仰向けにゴロンと寝た状態を作っていきましょう。まっすぐに寝たら両手万歳に持ち上げていきます。でそのまま一度吸いながら上にぐーっと背伸びするようにして伸びていきましょう。吐いて一度力抜いて、また吸って伸びていきます。吐いてふーっと力抜いていきましょう。でそのまま手を解放したら、右の手で左の手首持って上に引っ張っていきます。上半身右側に軽く倒して脇の下伸ばしていきましょう。この時も足をしっかりと下にぐーっと蹴るようにして体側長く伸ばしていきます。ここで呼吸繰り返していきましょう。左の脇腹、そして肩甲骨あたり、ゆっくりと空気を送っていくように、鼻から大きく息を吸って優しく吐いて、またゆっくりと息を吸って左の肋骨広げていきます。気持ちよく伸びていくのを感じながら、どん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 体が長く、縦に長く伸びていくのを感じて、次の吸い気が来たら体元に戻します。今度反対の手、左の手で右の手首を持っていきましょう。右の腕ぐーっと上に引っ張るようにして、左側に軽く倒れていきます。右の体側、そして脇の下伸びていくのを感じて、右の肋骨、肺にたっぷりと空気を送って、優しく吐いて縮めていきます。呼吸繰り返していきましょう。吸って、ゆっくりと吐いて、あともう一呼吸繰り返します。吸い気が来たら優しく体元に戻していきましょう。両足を曲げて、両手頭の後ろで一度手を組みます。吸い気が来たら優しく目線、おへそを見るようなイメージで頭ゆっくりと起こしていきましょう。そしたら手を組んでいる手離してもらって、背中の後ろバッテン作るようにして、肘下クロスになるように肩甲骨触るようにして手をクロスしていきます。頭優しく下ろしていきましょう。ちょうど肘下の上に後頭部が乗るようなイメージです。胸周りの広がりや、またさっきと一緒で脇の下の広がりを感じて、できそうな人は膝を外にパターンと倒して足の裏合わせていきましょう。ここで呼吸繰り返します。肩周りも広がっていくように、余分な力は全部抜いて、
膝の力も肘の力も全部だーとリラックスした状態。さあ次の吸う息が来たら、今度は腕を入れ替えていきます。足を一度閉じていきましょう。頭ゆっくりと持ち上げて、クロスしていた手を反対に変えていきます。ゆっくり頭を下ろして、また同じようにパターンと膝倒して、同じように呼吸繰り返していきます。股関節周りも気持ちよく広がって、あともう一呼吸。で足を優しく閉じて、頭ゆっくりと起こしたら手を解放して、優しく頭を下ろしていきます。腕も解放して、ふーっと一息、指先までバーッと血流流れていくのを感じていきましょう。では右に左にパタンパタンと膝を倒すようにして、腰周り軽く揺らしていきます。好きな方にゴローンと体を倒して、頭最後になるようにゆっくりと起き上がっていきましょう。はい、以上、肩周り、胸周り、呼吸が少し深くなるようなストレッチになっていきます。ぜひ朝起きて、呼吸を深めるためにも胸周りをストレッチしてみてください。それでは終わっていきます。ありがとうございました。